久保さん。いやー、小銭ね、大事ですね。ということで、今回ね、僕ね、あの新商品を作る予定で、その新商品が、なんと小銭集めですね。390円の新商品をね、まあ、今から作ろうと思うんですけど、今から。昨日帰ってきて、今すぐ新商品作っていくっていうね。で、以前、あの僕はいろんな販売方法をしてるんですけども、あの商品を買った後にですね、商品を買った後、 あのワンタイムオファーっていうオファーの仕方があって、まあ、一度きりの限定のオファーですよっていうのがあって、で、その時に確かフロントで前に出してた商品が999円なんですよ。で、999円申し込んだ後、3000円を出していくみたいな、をやってたんですよ。で、それで、ね、久保さん言われましたよ。それでね <laughs>、お客さんからなんて言われたかっていうと、たかが、たかが3000円で、 た,たかが3000円の商品を売るのにこんな方法と取ってうさんくせんだよみたいなことを結構クレームが入りました一人ね。ぶち切れて僕ね。たかが3000円。たかが3000円って言ってる人が999円の商品反応してるっていう事実があるんですけど。<laughs> いやたかが3000円ってどういうことみたいな。え、3000円稼ぎに行くことがたかがなんですかみたいな。じゃああなたは3000円の商品売れんですかみたいな。<laughs> ね あなたは3000円の商品売ったことあるんですか何人に売ったんですかっていう話で <laughs> 100円の商品も作ったことない、売ったこともない人が多いの、多いわけですよ <laughs> で、実際ね、999円の商品は買おうとしてたわけですよねうんなんかね、たかがなんちゃら、されどなんちゃらっていう話なんですけど1円でもね、稼ぎに行くっていうマインドというか思考が 一で例えば1円でも多く利益を出すためにはどうすればいいのか1円でもですよ。それを考えていかなければいけないと思うんですよ。てかビジネスをやっていくんだったら利益を出さないとビジネスじゃないのでわかります <laughs> ボランティアやってるんだったらね全部無料でやればいいじゃないですかどうやったら無料で提供できるかだけを考えてねもう無料でとにかくやればいいじゃないですか。 ビジネスとボランティアは違いますから、ビジネスっていうのは売り上げを上げるっていうことが僕はビジネスだと思います。売り上げが上がってないものはビジネスじゃないと思います、うん。だって会社って、なんだっけな、あ、そう、洋服の青山かな、昨日ニュースでやってたんですけど、洋服の青山が、まあ、このなんだ在宅ワークでなんちゃらで、でまあ、スーツ着なくなったし、あと、なんだ、まあ店舗の来店もいなくなって、でこの数年以内に、 あのーまあ、何店舗が閉鎖して、なおかつ従業員もリストラしていくっていう苦渋の決断ですみたいな社長は話してましたけど、えだって売上上がんなかったらこういうことになるわけでしょ、単純に。<laughs> 売り上げが上がんなかったらリストラするしかないんですよ、店舗閉鎖するしかないんですよ、つまり従業員の雇用を安定させるためにも、うん、売上を上げ続けなきゃいけないんですよ、それがビジネスですよね。 会社もボランティアでね、従業員に給料払ってるわけじゃなくて、その給料ってどっから出てるんですかって話で、売り上げから出てるわけですよ。あ売り上げ上がんなかったら、従業員の給料もないわけですよ。だけど、従業員はそんなのあんま考えてないんで <laughs> あの、ふざけんなリストランみたいなね <laughs>。うーん,、うん、それはしょうがないですよね、ビジネスやってんだから。売り上げが上がんなかったら、じゃあその売り上げ、あなたどうするんですかと会社ののためにその売上の補填してくれるんですかと。 従業員がね、全員消費者金融で金借りてきて会社ら今ピンチなんでね、あの貸し付けしますっていう従業員いますか多分いないっすね。いや、今会社がきついと思うんで、借りてきました、社長みたいな。僕のお金使ってくださいみたいな。これ従業員全員全員がアコムで50万ぐらい借りてきて会社にね、貸し付けしたらすげえ金集まりますよ。多分。まあ絶対ないですけどね。うん。 でも会社って売り上げがこう、じゃあずーっと安定してこう上がり続ける会社って僕ね、google ぐらいじゃないまあ google もね、なんかあの、なんだ、訴訟訴訟今あや,やられてるのかなその、なんか独占禁止法だったかなあの google でさえね、そう、google お前、その独占しすぎだろみたいなね。お前のビジネス独占しすぎだみたいな、なんか訴えられてるっぽいんですよね、確か。 裁判費用めちゃめちちゃゃ多分かかかるとと思うんですすねいなけどだから、どんな会社でもいろんな問題あるし、いろんな、いろいろあるわけですよ。その中で、あのー、なんだ、それを理解していないというかね。うん。だから、1円でも多く利益を上げるためにはどうすればいいのかっていうのは常にやっぱ考えないといけないし、じゃあ、無料で提供したとしても、無料からどうやって有料につなげるかも考えないといけないし、このスキームを考えないといけないですよね。どうやったら有料が売れるのか。 じゃあ、有料の前に無料は必要だし、でも無料で、じゃあどうやってその有料に持っていくのかっていう、このもう常にこれを考えて1円でも多くっていうところですよね。うん。だから、あの、なんだ、あ、そうそう、僕の YouTube も、あの、広告今入れてますけども、それも1円でも多くね、もらうっていう。お客さんからお金もらえないんだったら広告でもらうっていうね、それで入れてますけど。 まあさ、テストっていうところで入れた部分もありますけど、今はそんな感じですね。1円でも多くもらうっていう。だから、YouTube の再生で単価が高いやつとかも狙ってね、あの別に商品、自分の商品とか全く関係ないですけど、YouTube の広告収入狙いでやるっていうやつもあったりとか、いろいろありますよ。でそれ1円でも多くみたいな。うん。だからそれをね、なんか、小銭稼ぎすらしないんですかみたいな。 <laughs> え1円でも多く利益を上げようとするのがビジネスじゃないですかっていう話でだそもそもずれてますよね小銭に稼ぎするなっていうそのたかが3000円でこんな商品こんな売り方するなっていうじゃあなんで僕がその売り方をしてるのかっていうと今までいろんな十何年やってきて一番コンバージョン制約率が高いのがワンタイムオファーなんですよ一度きりっていうだってこの一度きりっていうオファーっていうのは例えばテレビ通販だったら今から30分以内に電話してくださいとか ま、一度きり、みたいな感じでやってるじゃないですか。じゃあなんであの30分以内にお電話するとどうのこうのっていうセールス手法が、こうみんなでやってんのかっていうと、反応がいいからですよね。単純に。今から30分以内で。反応が良くなったら、良くなかったらやらないですよ。うん。だそれをなんか、あーの、あーだこーだ言うんだったら、それは別にいいんですけど、 ビジネス的に考えてそれを言う人っていうのはビジネスできてないのかなって思っちゃいますねうんだっておじゃあお正月セールだって一日限定とかじゃないですか元旦限定とかね <laughs> 別にどこかしこもビジネスでどう売るのかっていうところでいろんな販売方法があってやられてるわけですからなんかうーん やっぱね、お金を稼ぐっていうことに100%フォーカスしてないのかなっていうところですよね。もちろん、その金、金金っていう金の前のフレーズとして、フリーコンテンツは必要ですよ。信頼を稼ぐっていう。だけど、信頼を稼いでも、お金に変えることができなかったら、いい人で終わるんでそれ、いい人で終わりたいんだったらいいんですけど、僕はいい人で終わったら飯食えないので。 なんかフリーももちろん作るし、なぜフリー作るのかっていうと、信頼信用を貯めるためですよ。で、それを信用信頼を稼いだ後、それを現金化するために商品をしっかり売るっていうことをやるっていう。これをもうずっとルーティーンでやるしかないんですよ。うん。はい。まあいろいろ申しましたけど、まあその1円でもね、利益を上げるためにはどうすればいいのか。1円の商品作って1円の商品をセールスしたことあんのかと。多分ないんですよね。 1>, うん、1円の商品も作れない人間がどうやってお金持ちになるんですか、久保さん <laughs>。久保さん <laughs>。1円の商品も作れない人間がどうやってお金持ちになるんですかね。これ結構きついっすよね、多分 <laughs>。結構難しいんじゃないかなと思いますけどね。まあもちろんネットビジネスはね、広告ビジネス、広告でセールスしなくても広告でこう上げるっていうこともできるので、一概には言えないですけど、僕が教えてるのはコンテンツ幅バいですから。うん だから自分で商品作ってね、商品売りましょうと。多分、久保さんがアフリエイトだけで3年で1億は無理でしたよ。それはもう自分の速化塾っていう商品を作って売ってきたから、あと他のね、100万円とかのいくらのセミナーやってバックエンドを売るとかね、そういうことやってきたから3年で1億稼げていて、あれが全部アフリエイト広告収入だけでは3年で1億は無理です。無理です。はい。まあ、できない、できる人もいるかもしれないですよ。アフリエイトだけでっていう。できる人はね。 でも一部ですから、そんなのは。うん。だから、まあ、あのー、まあ、商品作ってね、しっかり売ってった方が、現実性は高いです。なぜならば、何もネットビジネスわからなかった、右も左も分からなかった、麻雀屋のおっさんでも、麻雀屋のおじさんでも、これ3年で1億ですから <laughs>。これ普通に考えて、 あの再現性だいぶあると思いますよ。なんだ右も左も分かんない。マージャンしかやったことないですよ。<laughs> そんな人でも3年で1億ですから、これ、再現性は高いと思います。ヒカキンになるっていうのは、再現性は非常に難しいかもしれない。ヒカキンとかラファエルさんとかね、レベゼンチキューさんとか、その、なんだ、大悟さんになるっていう、YouTube のチャンネル登録者数何百万人、700万人、はじめ社長800万人。ここは難しい。ね、久保さん。 はじめ社長を超えるのはめちゃくちゃ難しい。ヒカキンを超えるのはめちゃめちゃ難しい。再現性は非常にないかもしれない。そこを超えていくのは。でも久保さんを、久保さんのやったことを再現することは可能です。もう一度も言う、ね、久保さんがやったことを再現することは可能です。あとはまあ客数と客単ですから。あとはそこに信用、信頼があるかっていう。それだけですからね。うん。 だから単純に、まあ、30万円の商品を100人に売ったら3000万じゃないですか。30万の商品を300人に売ったら9000万です。30万の商品を400人に売ったら1億2000万です。はい、50万の商品を、えー、に200名に売ったら1億です。だこれができるかどうかなんですよ。全国の1億何千人いる中で、ね、50万という商品を作って200名に売ったらもう1億なんですよ。もう1億ですよ。ただこれだけです。 じゃあその200名に売れないのか売れるのかっていうと、売ろうと思えば売れるんですよ。で、それは、売ろうと思っても売れるんですけど、売れない理由は、まずつく商品を作ったことがない。セールスしたことがない。<laughs> それは売れないですよね。うん。だから1円の商品をね、作って売ってみればいいんじゃないですか、最初。100円でもいいですよ。うん。だからそれができないと、多分そこのフレーズいけないと思うんで。はい。ということで、いってらっしゃい。